ヘロ o u t u b e イエス不動産のにまむしこと沢みです。用語解説等知識ということで、今日は不動産の4つの利回りについて見ていきましょう。利回りって4つあるんですよ。知ってましたか、ね、利回り、利回りって言ってもね、何のことかわからない人もいるんで、まず最初から説明しますけれども、利回りっていうのはですね、この絵にあるように、買い値。まあ、例えば、買い値、まあ、年間の利益を買い値で割ったものです。例えば、1億円の物件を買いましたと。 でそしたら買って運営したなんだかんだしてると、年間に1000万円の利益が入ってきました。そうすると、これ1億円の1億分の1000万なんで、まあ、10%ですよね。つまり、利回りは10%でしたっていう年間のですね、年間の利益。 これを出すす。のが利回りりになりますその中でもこう4つ大きくありまして、大体リマー回マりリりって言って表示されている利回りっていうのは、この一番上の表面利回りっていうふうになりますね。表面利回りっていうのは表層のもう表面のもう上っ面のその利回りですよ。つまり買い値、ね、もうこの物件を1億円で買いましたっていうのも決まりますよね。それに対して満室だったら、で満室でかつ想定している賃料が全部取れたらいくら入ってくるはずなので、それが、 何パーセントですよっていう、これが物件の利回りということになります。で、これがですね、大体いい、まああ、都内の新築だと3、4%ですね。で、郊外の新築とかあの、まあ、マンションとか、普通に、まあ、売られている、まあ、郊外っいってもねあの、1都3県とか、まあ、その普通、大体いい5%、5%になるように設計されてます。これ、逆に言うとですね、その辺のその物件の賃料が、 あの相場で見るとね、あのこのくらいのグレードで、この広さで、この場所だったらいくらですよって賃料が決まりますよね。その決まった賃料に対して5%となるような、つまり買い値5、5%っていうのは20年間それを得続けると、買い値と一致するってことですよね。だから20年間で元が取れるような金額が利回り5%ってことになります、ね。5×20 で100%なのでね。だから1億円のマンション買いましたであの、ということはあの年間500万。 の収入が入ってくるような賃料になるように、えー、不動産の,その特にあのマンションのディベロッパーというのは区分,区分販売のディベロッパーというのはあの5%になるくらいの価格で売り出しています。そうするとですね周辺の賃料賃貸物件よりもやや安いくらいになるんですね。 で逆に言うと、その5%よりも高い賃料を持ってないあのもらってないと、その賃貸で貸してる人は成り立たないわけですよ。なんでかっていうと、大体運営費に5%くらいかかるからです,そうです。不動産経営をするのに、この利回り、年間賃料がね、あのまあ、買い値の,の大体 <laughs> 5%くらい。 その利回りで5%くらいもらえてそれで運営費が5%くらいするそうすると新築で買った人は貸してもどっこいどっこいトントンくらいになりますよってことであのじゃあだったら資産として持ってた方がいいのかっていう判断になりますので。 あの新築のマンションっていうのはだいたい5%くらいになってます、それでもやっぱり東京っていうのは土地が高いので、それでも欲しいですっていう人が東京とか大都市とかね、多いので、特に中心街は、2回り低いところだと3%、4%っていうところもあですえ、3%と4%なのに、そう、買う人いるのってそれ、そういうので買ってる人、目的が違いますからね。 土地に物件を集中させるのが目的だったり、あのお金はやや損してもいいからあの、10年後、20年後に価値が下がらないと思われる物件ももしくは自分が好きな物件も,もしくは自分が住みたい物件を買うってやると、表面に回りどんどん下がっていくわけです。なぜならば自分しか欲しくない料金がどんどん加算されてきますからね。で、た、ま、い、あ、5%で、じゃあ中古物件はどうなんですかというと、中古物件はだいたい7%、8%、10%くらいですよね。 ね、ああ中古は10%くらいなのか、それでちょっとね早く買ってほしいなとか、これあんまり買う人いないんじゃないかなっていうような物件は15%くらい、それでこれはもうねひどいと、とにかく誰でもいいから買ってくれっていうような物件は20%くらいに設定されている。まあ、大体そんなような相場だと思ってください。これが表面,表面です。ね、あでもまあこれあのー 普通のいい物件でも15%とかで出てることがあるんですね、早く売れてほしいから。で、それをさらにあの自分がその本来の価値を見極めて、それよりも安く、買える時だけ買うってやると、利回りがそれだけで20%になったりするわけですね、安く買うことができるので。で、まあ、そのあたりにやっていきましょうって話なんですけども、この表面利回りの他に、じゃあちょっと2番いきましょうか、空室利回りっていうのがあります。大体人気のない物件っていうのは、ね、例えばあのアパートとかで10部屋くらい。 だって十部屋満室だったら満室なのでも、その表最初から表面利回りが出てるわけですよね。ででも、大体その満室じゃないわけです。その売り出し中の物件というのは、まあオーナーさんは満室にして売った方が。 高く売れるので、ま、必ず満室にしようと思ってから売ってるんですけどだいたい満室にならない途中で力尽きてあの例えば空室率が50%とか、ね、40%とかで売ってるようなものもあるわけですそうすると実際空室が50%なわけですから実際入ってくる賃料っていうのは当然減りますよねだいたいざっくり50%くらいになりますよねその50%くらいになって買い値に対して何の利回りなのかっていうことですつまりあの空室の分をかけて どのくらいの収入があるその利回りなのかっていうのを見たりしますね。で、これが空室利回り。で、その3番目はさらにそこに実際に50%しかお客さんがいないので、収入は表面利回りの50%ですねと、さらにそこから経費が出ていくわけですよ。それとか修繕をする必要があるとかですね。 まあ修繕はまああの新しいオーナーさんのまあ決断なのでしなくてもいいんですけれども、それでも経費が出ていくわけです。例えば税金とか、限界商局はね通常入れないですけれども、管理会社に支払う手数料とか清掃代金とかですね、シルバーセンター一時員とかこう頼むといろいろ出費していくわけです。それをを経費を差し引いた 残りそれが実質利回りということになります。つまり、本当の利益ですね。本当の利益がその物件の概念に対していくらあるのか、これが実質利回り。で、さっき言ったように、運営コストというのは大体5%なので、利回り5%の物件を買うと、その経費を引くと5%くらいになって、ね、初期投資とか入れないですよ。あのまあ、要はトントンになっちゃうんです。 つまり、何のために不動産経営をやっているのか分かりませんねと。だからあのーまあ10、10%以上のものじゃない、10%以上のものでもまあ5%取ったら、残り5%しか残りませんからね、そういうふうに見てください。だから、これが守られてないと、結局、お小遣い稼ぎになっちゃうわけです。お小遣い稼ぎ、うん。お小遣い稼ぎするんだったら、副業とかそっちでやった方がまだあの効率がよくて、儲けがいいのかななんて思いますけど、まあ、その代わり不動産の場合、レバレッジが来ますのでね、金銭的レバレッジ銀行のお金でできますので、その額がボンと上がると。 まあそれにしても実質利回りあの、どうなのかな、だから私はあのやっぱり自分が最初から勝てるっていう確信を持つためには、最初からかなり安く買う、安く買うってことは銀行からも借りやすいですし、そのローンを支払わなきゃいけない金額っていうのも下がってくるわけですね。下がってくるので、利回りが上がると、まあ、イメージとしてはあの5000万、そそねまあ、8000万円くらいの物件をで集合住宅ですよあのワ、ワンルームとかダメですよ。 あの集合住宅を8000万円くらいのものを5000万円くらいのイメージで買うとまあ今15%だったものが20%くらいになるそれで空室が50%くらいなのでそれをすぐに満室にする方法があればあの満室にしたらですねまあ他の人は満室だったら物件買いたいじゃないですかそうするとあの自分が買ったよりも高く売れるわけです要はあの他の人が買いたくない物件っていうものほど 安くなると、ね、いうのは、本来の価格に対して安くなっていくわけです。で、満室とか、これだったら俺でもできそうだとか、都心だったら集客できそうだとか、なんかその自分以外の力でなんとかなりそうなところっていうのがあると、その本来の価格よりも高くなってくるんですね。なぜかっていうと、多くの人がそれを欲しくなるからです。多くの人が欲しいってことは、ね、どんどん高くなっていきますよね。逆に自分しかこれ買わないでしょっていう物件は、自分のいい値になっていくわけです。 で最後はこれ、4番目ですね。これが投資利回りということなんですけど、そのこ,れこれだけちょっと文母のところが違います。買い値に対してじゃなくて、自分がいくら投資したかに対してリターンが、年間の利益がいくらあるかってことですね。これはあの株とかエフェクトとか、全部そうですね。自分がいくら投資したか、その物件の,あの本来の価格がいくらだったかなんていうのはあんまり関係ないですね。だから例えば1億円の物件を あの初期費用を1000万とちょっとでこう。例えば買うことができたら1億円で。まあ利回り10%だと1000万円入ってきますよねね。だからあの普通の表面利回りで言えば10%なんですけど、じゃあその物件を買うのに自分はいくら投資したんですか？それは最初の1000万円ですよね？ とということで1000万円投資して1000万円の年間利益が入ってくるというこれ利回りあのこの投資利回りとしては100%ということになりますね。で、こ,うこの投資利回りを言ってうちの物件はすごいですよとかってあの言ってる人もいるのであの要注意です。まあ実際1000万円突っ込んで2000万円入ってきたらこれあの200%ですよね。まあ、そういうのもあります。うん でまあ、そこには投資して最初突っ込んだ、あとはその入ってきたお金とそのローンの収支であの入ってきたお金の方が多,い多ければ、それがインカムゲインになるわけですね、そのインカム、まあ、キャッシュフローですね、インカムゲインのうち経費を引いたものがキャッシュフローになりますので、そのキャッシュフローの範囲内で物件が回していくことができれば、本当にあの自分が投資したあのお金に対していくらのリターンがあったのかっていうのがこう出てきますねそれがまあ大体100%とかにな,なると。 いいうののがこれ不動産の面白いところなんですもちろんそうならない、そういう、そうなりえないような物件を買ってる人はなりませんけれどもね、だからその辺はマネーリテラシーがあるかどうかだけで決まってきてしまうんです。であとはその専門の業者に任せて、えー、いろいろやっていけばいいと。はい利回りの説明を今日はいたしました、表面利回り、えー、表面上のですね、あの数字上の利回りです。なかなかこれは出ません。 でそで空室利回り、実際は空室があの定期的に出ますし、まあ、最初から50%の物件だったらあの年間の利益は最初は低いですね。でもこれは満室にしていきましょう。そして実質利回りというのは実際に経費とかあのそういうものを引いたものです。これローンはあの引かなくていいですよ。なぜならローンは貯金になってますからね。あのこの説明はまた本編でやっていきましょう。ローンのうち利子は あの経費ですけれども、あの返した元本は全部自分の貯金になってますからね、この前提は、あの自分が買った値段よりも高い値段で売る、もしくは同じ値段で売るってことは、その売ったときにそれが返ってきますので、自分が返した元本は全部貯金になっています。まあ、そういった経費とか税金とか、そういうのを引いた上での実際の利益はいくらですか、それが買いに対していくらですかと、これが実質利回りになります。 で、最後は投資に回り、自分が、えー、いくらそこにお金を投じて、それに対していくら買ってきたの、まあ、その投資した金額とやると決断した、その実行力を持って、あとはリターンが入ってくるっていう、そういう形になりますね。これが投資に回りになります。株とかも全部そうですね。はい。それでは、えー、今日のお話、いかがでしたでしょうか面白かったですね。それではまたあの次回、えー、シェアしていきましょう。Yes!